こんばんは、まさよん64系です。今回は星のドラゴンクエストのクエストですね。新しく上級職への修行道っていうやつが来ていましてですね、まあその基本職に行っちゃうんだけど、とりあえずどんな感じかはわからないけれど、まあ普通に行けるんでしょ。猫、あ、かわいい。え、なにこれ。そういうなんか、あれで、なんか、動きを入れるやつとかできるのかな。めっちゃかわいかったんだけど。やべ。歩き方もそんな感じなのかな。あ、そうでもなかった。めっちゃかわいい。あ、めっちゃかわいい。猫だ。猫パンチみたいな。え、なにこの猫。やば、見てかわいいんだけど。え、なにこの子。やば、まあ。とりあえずですね、今回は、基本色のこういうやつから、まあ他の新しいとこも出てるんで、まあちょこちょこと、まあ一緒にやりたいかなと思います。まあ、星ドラになんか、まあ、久しぶりに撮ってるんで、まあ一週間ぶりなんですけど、まあ情勢が1週間経つとちょこちょこと変わっておりまして、なんかいろいろとやってます。こういう風で、なんだっけな、あれミルドラースのところが一応伝説級だけ残して全部終わった。伝説級は辛いものがあるんじゃないかと。まあまだ一回もやってないんだけど、足りるのかこれはみたいな。レベル80ぐらいが推奨だもんね、あれ。1000ぐらいか。エンゼルバッチ。なんか使うのかな、このエンゼルバッチって。できる。夏ではない、暑いからまあいいけど、もう水着はあれだよ、季節的にちょっともうそろそろだよ。ウレスの剣ってあれなのかな、ドラゴンが結構有効なやつ。全然ステージめっちゃだな。めっちゃ落としてくれた。なんだかんだきっと妖術師がやりよう。強いと思うけどさ、そうでもないよ。ワンサンでしょ。なんかここまで来るまでのドラゴンとかってよっぽど強いイメージ。はい、まあとりあえずここクリアしました。今これこのアプリでは時間わかるからいいね。今12時です。
ツパンチ。ちなみに、なんだっけ、お供にする人、一緒に、なんだっけ、ファイブのやつは、フローラにしました。ちなみにですね。説明したっけな？フローラにしました。っていうだけの話なんですね。よし。戻ってきた。で、ちなみに他にやるところはどこかあるかな？ 2 日目のお尻が浮く。あと、なんだっけ、強化の回廊だっけ、なんか上級みたいなところやってたよね。なんかあそこたまに回ってるけど。なんかスタミナも結構消費してくれるし、結構落ちてくれるよね。呪文の玉みたいなやつ。カフェオレのカフェマロンっていうのを飲んでます。秋限定。最初のなんか、二口三口までは良かったんだけど、だんだんちょっと濃すぎだなって思ってきちゃった。なんかこれ、スゴロク状の音とかさ、あれみたいだよね。明らかになんかスゴロク状のさ、フロアのさ、最初の一階のフロアみたいな感じのさ、絨毯とかだよね。めっちゃ金箔落ちる。それから小さなメダルのお城みたいな。あ、でもカジノとかもあるな。あり得る。99くらい。そして消えてしまうという。え？ごめんなさい。ちょっとバクりました。あ、別に。パスワードとかバレても別に問題はないです。前の確か出した気がします。クッとげる。はい、ということでプレゼントボックスやつもクリアしましたね。まあ、あと行くべきとこなんかあったかな。特にないんだよね。なんだっけな、あそこ、さっき話した。めっちゃ全部特技とか、特技の玉みたいなところくれるとこ。普通の26だから、何に行くの？来るかな、多分。ほら。これ、ビニールペーパー行ってみよう。あ、何でもやりたいな、ね。はぐみたけの武器もなんか、強化できるようになってね。なんだっけ。一番上のところで、木の根っこみたいなところで。どうなんだろう、その強さのバランスみたいなやつは。前よりなんか、上のランクに上がってるのかな。メタスルキング系の装備がいいね。なんかこの場所に行く動画のみじゃなくて、なんか結構いろいろなところ行ってみました的な、ちょうどいい頃合い的なやつと、あとなんかちょうどスタミナも使えるしみたいな。あ、今日何気に、帰り、電車で、ヤクヤクの方に行くんですが、普通に地元の電車で通った時に、目の前に座った人が銀髪の女の子で、あ、銀髪の子だ。まあ別に、特になんかそこから広げるお話もないんだけど、結構久しぶりに銀髪の子見たんで。見合えばいいよね。はい。まあ、こんな感じですね。あとは、
サンジのとこをクリアすれば一応ステージ的にはクリアですね。まあ回って強化すべき時に強化する感じですね。はい、ということで、星のドラゴンクエストの、これは、強化の回廊と、上級職用の修行道とシルバーウィーク記念の動画でした。嬉しかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。